はいどうも、吉武と申します。今回は山でドローン空撮する上で知っておきたい4つの注意点ということでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ですね、ドローン購入したらやっぱりですね、いろんなロケーションでドローンの空撮っていうのにですね、挑戦してみたくなると思うんですけれども、そんな中でも雄大な山々っていうのはですね、やっぱり空撮したいロケーションの一つに挙げられるのかなというふうに思います。ですね、しかしですね、山でドローンを飛ばす上では、まあ、いくつか注意点があるので、そこら辺をですね、今回紹介していただければなというふうに思います。はい、ざっくり4つですね。地表からの高さ150メートル未満に気をつけようということ と、使用許可について、あとはトンビとか縄張り意識の強い鳥に注意ということと、あとは万が一墜落させてしまった場合のリスクについて知っていきましょうということですね。では、1つずついきます。はい、でポイント1つ目なんですけれども、ドローンの高度地表から150メートル未満に注意というところで紹介していきます。でドローンをもう購入されている方は結構知っている方も多いと思うんですけれども、ドローンには航空法という法律があって、地表から150メートル未満までの高さでドローンを飛ばしましょうというルールみたいなのがあるんですね。でこの150メートルっていうポイントについては、ご存知の方非常に多いと思うんですけれども、地表から150メートルっていうところがですね、一つ注意するところになります。で図見ていただけるとちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども、こんな感じですね。で例えば山の上まで行って山頂からドローン飛ばした場合、図見ていただけると分かるんですけど、その場で上げる場合は149メートルの高さまでは OK なんですけれども、そこからですね、山を撮影する場合、山のその斜面に沿ってドローンをこう飛ばすケースってあると思うんですけれども、そうなるとですね、地表からこの、自分のいるポイントから149メートルの高さでも、山の斜面に沿って飛ばしてしまうと、いつの間にかですね、150メートル以上になってしまうっていうケースもあります。結構多いですね。でここですね、変な話、自己完結できればいいんですけれども、おそらくですね、せっかくいいロケーションで撮影してきて、自分の撮影した空撮映像を見てもらいたいっていうことで YouTube とかで公開される方も多いと思うんですけれども、そんな時にですね、その映像で例えばドローンってカメラ真下に向けれるので、俯瞰のした写真とか映像が明らかに150メートル以上の高さだなって思われてしまうと、やっぱりその叩かれる対象というか、今だとその YouTube とか SNS の動画資料をもとに、それが証拠になって摘発されるケースっていうのもありますので、もしです、もしというかあまり良くはないんですけれども、万が一ですね、150メートル以上の高さになってしまったなと思った場合は、で、そういった映像を出したいなと思った時は、そういった部分をですね、しっかりカットしてというかですね、他の人から見て誤解を招かないような映像にした方がいいのかなというふうに思います。はい、そこを証拠に摘発とか、結構やっぱりネットって今すごい誰もが見てるので、結構叩かれやすいなっていうふうに思いますので、注意していただければなというふうに思います。はい、じゃあ次のポイント移りましょう。ポイント2つ目が、山でドローンを使用する上で許可が必要かどうか確認しましょうというところですね。で多くの方が勘違いしているポイントなんですけれども、国土交通省から飛行承認申請を取得しているから、その範囲内では自由にドローンを飛ばしていいんだっていうふうに思われている方が結構多いです。で国交省の飛行承認っていうのはですね、あくまでその条件内でドローンの飛行承認しただけであって、例えば、人または建物から30メートル以内の距離とか、あとは人口集中地域とか、そういった条件下で飛ばしていいっていうような部分を承認しただけであって、私有地上空とか、そこを管理しているような、自分以外の、別の人が管理しているような土地を自由にドローンを飛ばしていいっていうわけではないんですね。このあたりちょっと別の記事とか、動画でも紹介しているんですけれども、この点を履き違えてですね、結構ですね、国交省の飛行承認申請さえ持っていればどこでもドローンを飛ばしていいんだっていうふうにですね、勘違いされているのかなって思われるような映像とかもですね、やっぱりドローンの YouTube とかいろいろ見ているとですね、ちょこちょこ見受けられたりするので、注意が必要なのかなというふうに思います。でですね、山の場合はですね、結構ややこしい場合があって、山といってもですね、所有者が結構バラバラだったりします。場合によってはその国とか行政が管理していたりだとか、
あとはその今って今というか個人で山を購入して持ってる方とかもいますよね。そういった場合はですね、それぞれの所有権者に確認するっていうようなケースが多いです。私の場合よく連絡するパターンは、まずはそこの山がある市に連絡して、まあ、こういった理由でドローン飛ばしたいんですけどっていうようなところから連絡をして、で、まあ、許可って市役所とかそこら辺でいいですかねっていうふうに聞くと、そこから、いや、あそこはもう、農業組合さん管理してるだとか、あとは個人の所有してる山になりますとか、そこから情報を引き出すことができるので、そこでまあ必要があれば連絡先とか聞けるんだったら聞いて、まあ、コンタクトを取って許可を取るっていうような感じになります。で、今までですね、結構ややこしかったのが、山でもですね、一つの山でも複数の管理者がいて、それぞれ連絡取ったこともあります。一つの山というか土地でも5箇所ぐらいのその農業組合さんみたいなのが管理していて、で、まあ、それぞれ連絡を取って半分ぐらいは断られて、うち 2,3 箇所ぐらいは OK をもらえて、まあ、その箇所だけで飛ばしたっていうような経緯とかもあります。というわけで、あまりその登山客とかいないような場所だったりとか、あとはですね、人口集中地域ではないから、飛行承認申請を取得しているからといったことだけをですね、鵜呑みにしてドローンを飛ばす前に、自分がドローンを飛ばしたいスポットでどこが管理して誰が所有しているのかとかですね、自分でしっかり確認した上で必要に応じてですね、許可を取って空撮に臨みましょうという感じですね。はい、で、ここでちょっとおすすめ書籍の紹介なんですけれども、ドローンビジネスと法規制という本があります。これはですね、ちょっと見てみますね、森浜田松本法律事務所とロボット法研究会が、まあ、著者になって書いているところで、まあ、要はちょっと法律関係 の弁護士なのか、まあ、そういった方がですね、担当して、結構ドローンってグレーな部分が多いので、そこら辺についてですね、理解を深める上ですごくいい一冊になっております。あ、ごめんなさい、これ見てみると今 Amazon でプレミア価格がついてますね。私が購入した時は3000円ぐらいで購入できたんですけれども、すみません、ちょっと今高くなってるんで、まあまあ、そこはちょっと購入するかどうかお任せしますけれども、他にもですね、今ってドローンの空撮用の雑誌とかいっぱい出てるので、ここら辺も私持ってますけれども、ここら辺の本の1冊か2冊購入していただけるか、まあ、もしくはですね、まあ、私の知ってる範囲であれば、私のブログとかにもいろいろ、まあ、経験合わせて紹介しているので、そこら辺も参考にしていただければなというふうに思います。で、ポイント3つ目が、トンビなど縄張り意識の強い鳥に注意しましょうということですね。すでにもういろんなロケーションでドローンの空撮をしている方はもうすごく体感している部分だとは思うんですけれども、山とかにはですね、やっぱりトンビがいます。でですね、ドローン自体がやっぱり鳥、トンビとかと同じぐらいの大きさで、しかも結構やっぱり音が出るので、トンビとかそこに生息しているような生き物たちってのはやっぱすごく警戒します。で、トンビの場合はですね、最初1匹でだいたい現れて、で、まあ、近くなんかトンビが飛んでるなと思ってしばらく様子見てると、なんかどっか帰ってったなと思うと、今度は仲間引き連れて数匹でやってくるパターンが結構多いです。で、まあ、3匹か4匹ぐらいでドローンを警戒するように周囲を迂回したりだとか、攻撃的なトンビがいる場合は墜落させられたっていう事例も聞きます。まあ、実際私の友人、ドローン仲間がマービックプロを墜落させられたっていうケースもあったので、やっぱり注意が必要です。多くの場合は、まあ、結構警戒して近くまでは来るんですけれども、よっぽどか接触してくるケースっていうのはそこまでは聞かないんですけれども、やっぱり注意が必要なのかなというふうに思います。で、もしですね、トンビが急接近してきた場合に、特にドローンの初心者さん、ベテランの方はうまくかわしたりだとか、ドローンをうまく操ってあしらったりすることができるんですけれども、初心者の方の場合とかだとやっぱりすごく怖いと思うので、その時ですね、まあ、もしそのトンビが近づいてきそうだなと雰囲気を察したら、一旦まあ自分の元にドローンを戻すか、もしくはですね、本当に急接近して危ないなと思った場合はですね、多分ですね、回避行動として真下に逃がそうっていう心理が働いちゃうと思うんですけれども、トンビが急接近してきた時の場合は真上に逃げた方が墜落するリスクはちょっと下がります。鳥自体もですね、やっぱり上昇する方向に力を働かせようと思うとやっぱりすごく大変なので、急上昇っていうのはですね、なかなかしにくい。逆にですね、真下にいる獲物に向かって急降下することは得意なので、
もし危ないなと思った場合は、真下に逃げるよりは真上に逃げた方がリスクは少し軽減されますので、注意が必要なのかなというふうに思います。で、まあ、トンビ自体もですね、やっぱり繁殖期とか同じロケーションでも時間帯とかによって季節とかによってもやっぱり攻撃的だったり、あんまり気にしなかったりというケースもあるので、そのあたりもですね、まあ、いろんなロケーションを飛ばしてくるとなんとなくその分かってくるので、はい、なので、まあ、トンビにはちょっと注意しましょうということですね。はい、ポイント4つ目が、万が一墜落させてしまった場合のリスクが結構高いよっていうところですね。でドローン自体がですね、空撮用のドローンって大きなリポバッテリー、リチウムイオンバッテリー電池って、リポバッテリーですねを積んでるので、万が一ですねドローン墜落させてしまった場合、その衝撃で発火してしまう可能性があります。で今ってその携帯電話にもスマートフォンとかにもリポバッテリーの電池が使われてるんですけれども、空港とかでですね注意を受けたりするケースもあります。なんかアンドロイドのスマホかなんかが空港で、まあ、飛行機乗ってる最中に発火したっていう事例があったらしくて、それ以降ですね空港でリポバッテリーの電池を持っていく場合は、自分での手元で管理できるような、例えば空港の受付のところでそのままトランクなんかに入れてリポバッテリーが入ったような、スマートフォンとか、まあ、ドローンのバッテリーとかもそうなんですけれども、は預けないでくださいみたいなルールがあります。で、まあ、言ってみるとですね、まあ、発火したりする可能性がある電池なので、まあ、DJI のリポバッテリーは結構優秀なので、あんまりですね他の電池とリポバッテリーに比べるとすごく優秀にできてるなとは思うんですけれども、それでもやっぱりドローンって100メートル以上の高さから飛んで、まあ、もしそこから墜落したらやっぱり衝撃とかでですね発火する可能性もありますので、そのあたりは注意が必要なのかなってところですね。でもしですね墜落してその衝撃でですね山火事になったりすると、まあ、すごく怖いなっていうところがありますね。今のところその山でドローン墜落させて発火させて山火事になったまでは聞いたことはないんですけれども、やっぱりゼロではないので、やっぱりそのあたりはちょっと怖いなというふうに思います。あともう一個ですね、もし発火とかしなくてもですねドローンそのものというかですねがそのまま山に放置してしまうと産業廃棄物の不法投棄扱いになってしまいます。なので産業廃棄物法違反になってしまうので、必ず回収しなければいけないっていう風ですね。ですのでもし山でドローン墜落させて見失ってしまった場合でも、なんとかですねドローンに積載されているような GPS を頼りに回収する努力をしたり、自分一人ではやっぱり回収が厳しいなと思ったらですね、専門の業者とかもあるので、そういったものに依頼してなんとか回収する必要が出てきます。でまあやっぱりドローンに GPS 積載していてもやっぱりすごく探すのが難しいみたいですね。近場で飛ばしていてもやっぱり 山の木の上に引っかかってしまうとどの地かやっぱり分からなかったりとかするので、なかなか探すのは困難というような感じですね。なので私自身ですね、海とか山とかでドローン飛ばすんですけれども、海よりもよっぽどか山の方が怖いですね。海の方がまだ行ってみると水没してしまえば、ドローンそのものは一発でおじゃんになってしまうんですけれども、二次災害のリスクがなくなる、火事とかそういった部分でのリスクがなくなるので、まあ、どっちにしろ回収は試みなければいけないんですけれども、そういった部分にですね山の方が海よりも怖いなというふうに私自身思っております。ですので、まとめになるんですけれども、ルールとマナーを守って、まあ、山々、まあ、美しい山々をの景色を撮影しましょうということですね。で、まあ、この話を聞いてちょっと山でドローンを飛ばす気がなくなったという方もいるかもしれないんですけれども、まあ、それなりにリスクとやっぱりルールがあることを知った上で撮影に臨んでいただければなというふうに思います。で、まあ、墜落時のリスクもやっぱり高いので、そのあたりはですね自分の力量にあってドローンを飛ばしていただければ、そんなに攻めた飛行アグレッシブに1キロ先2キロ先とかむやみやたらに高く飛ばさなくても、山そのものがもう絶景ですので、そんなに攻めた飛行しなくてもいい映像はバッチリ撮影することができますので、自分の力量に合わせてですね撮影に臨んでいただければいいのかなというふうに思います。
はい、というわけでですね、今回の話は以上になるんですけれども、今回紹介した内容はですね、ブログ概要欄にブログのリンクは貼っておきますので、テキストベースでちょっと復習したいなという方は概要欄の方リンクの方から飛んでいただいて見ていただければ幸いです。というわけでですね、以上で終わります。ありがとうございました。